で、あの原子炉とエコっていうのが、あのちょっと前まで原子炉は社会に良くないよねってなってたんですけど、まあ、あの二酸化炭素をあんまり出さないよね原子力っていう問題と、あとその石油とかガスとかロシアから買う方がよっぽどまずいよねっていうのがあって、ヨーロッパの場合は原子力というのはエコな電あのエネルギーですよってことになったので、なのであのヨーロッパに見習えっていうのであれば、原子力はエコなんだから、あのエコな原子力をどんどん増やそうぜってことになると思うんですよね。で、最近 Twitter でも書いたんですけど、その日本がどんどん景気悪くなっていて、で円安になってしまうと、その石油の値段がめちゃめちゃ上がっちゃうんですよね。だからもともとあのその1ドルが120円ぐらいだと、6兆円ぐらいのあの石油が日本は買ってたんですけど、今140円になってしまってるので、あの円で払うと8兆円ぐらい払わないと石油買えなくなっちゃってるんですよ。なので2兆円ぐらい多く払わなきゃいけないってなるんですけど、で、それがなんでかっていうと、原子力発電をしてないっていうので、その分その火力発電回さなきゃいけないっていうのがあるんですよね。なので、あの日本ってめちゃめちゃ景気が悪いし、ロシアにお金払ってる場合じゃないので、原子力動かした方がいいよねっていうのが合理的な解決案だと思うんですけど、まあ残念ながら自民党の人たちは合理的な解決案を出さないので、このまま日本は景気悪いまま続くんじゃないかなと思います。